プランターの EC 値を測ろうと思います。フランスの中の水を抽出いたしました。こちらの EC メーターですね。下げるために抜きます。お水をよいしょ。3分の1の根っこじゃないわ、土をね取り除きました。3分の1の土を取り除きました。そしてここに赤玉土を入れようと思います。それでは赤玉土を入れたいと思います。赤玉土5粒です。こちらは栄養分がないので、石土を下げるのにいいかなと思っています。こういう感じで入れていこうと思います。3分の1の土を入れ替えました。これで石土が上がって、下がってくれることを願います。今回は、土が乾いていますので、土の表面から主に水を入れて満水にしようと思います。ふなりた満水にします。まんべんなく土を濡らしていきます。満水になりオーバーフローしてきました。それでは水質を測ってみます。ちょっと中の方までよく混ぜてっていう感じで石値を測ろうと思います。石値上がってます。わけわかりません。やはり上から上げると肥料分が溶け出して石値が上がるようです。石値を上げないためにこちらのね、給水器からお水をあげます。はい、これで石値をもう一度測ります。下の給水口から給水した水をあげたところから石値を測ろうと思います。石値185ですね。なので 1.85 ですね。はい、石値は下がったようです。上から水が入るときはちょっと危険ですね。徐々に下から上げた方がいいのかなと思います。